終盤を迎えた準決勝第3試合、8フレを終えトップは名和、それを川崎大中が追う展開で第9フレーム。どうだ、ストレイク、素晴らしいですね。やっぱり気持ちの強さ、素晴らしい一投を見せました。第9フレームストライク川崎優衣、それを受けて名和明です。どうだ、さっきよりはちょっと3番ピンより、はい、そうでしたね。本人的にはあそこの角度で入ってもストライクだろうという方程式だったんじゃないでしょうか。ダメかという声がピンマイク越しに拾えました。大中すみれ、第9フレーム1投目、そろそろ欲しい。急スペでしのいできて、8オンスプリットでメイクして、これだ、うわ9本か。なかなか流れが、そうですね、大中すみれに傾いてくれない。8、9とダブルを持ってきた川崎、7、8ダブルで9本がこの名和明。10番ピンをマーク、まあ、こうなると川崎名和明の10フレ1投目、どっちがストライクか。はい、川崎がね次持ってくるともうかなり有利になりますよね。その前に大中すみれ、第9フレの2投目です。10番ピンをきちんと払っていきました。9本スペア、さあ10フレ左側のレーンになります。相性はいいはずです。川崎テンフレ1投目、ここで持ってくると、はい、大きいですね。カウントダウンはできません。いい感じだ、もっと危なかった。セブンテンが見えましたね。あ、右側のレーンではアジャストを見せたんですがストライクは来なかった。名和明がこれテンフレ1投目持ってこなくてはいけない。そうですね、今下一桁のね、ここで手振り勝負での2ピン差っていうのはやっぱりこう大きいですからね。やっぱりストライクでカウントダウンしたくないです。そして2つ続けたいところです。右側のレーンがどうマッチングを見せるか、厚めに行くのか薄めか、厚めに行った、ストライク、思いっきり厚め狙いましたね今ね。もう一か八かの一投、はい、ストライクの名和明、一方テンフレ二投目、マークしていきました。さあ名和プロがここストライクをもう一つ続けられるか、続ければ名和プロの勝ち上がりが濃厚となるという形ですね。最後にファールとかねガタをしない限り、まあ、先ほどと全く同じ軌道を描けばストライクになる可能性は高いんでしょうが、果たしてそういくのかどうか。テンフレ2投目、同じ感じだ、お願い、よーっ、ストライク、いやこの一投は聞いた方がいいですね、はい、薄めに最初から狙ったのか。いや、今のはもう結果薄めですか。結果薄めですね、良かったですね。すごいですね。いやもうこの辺はもう運紙一重ですね。川崎優衣、厚めでストライク、やっぱりこの懸念すべき第100戦、ドラマ的にもやっぱり名和プロにこう決勝を戦ってほしいということなんでしょうかね。思えば P リーグの放送第1回目の第1投が名和明でした。さあどうだ、うわ9本、いやでもね本当名和プロも魂の投球でしたね。そうでしたね。テンフレの2投目は、はい、大中すみれテンフレ1投目です。ここは9本、いや大中もねノーミスでこう頑張ったんですけれどもね、うん、大中すみれテンフレ2投目、さあ準決勝第3試合、見事名和明がこの激戦を制しました。決勝の舞台、浅田里奈、大
石直、そして縄明3選手で争われます。縄がおよそ1年ぶりに決勝進出を決めた。この結果、浅田、大石、縄、長年 B リーグを支えた3選手による決勝が実現。1回戦よりはまだ良かったんですけど、投球がでもやっぱり力んでて、そのせいで投げミスとかが結構多くて、レーンが読めなくなっちゃってる。本当に変化してるのか自分がダメなのかちょっと分かんなくて、スペアが続いてストライクみんなが出してるけどついていけなかったかなって感じですね。テンフレのね、1投目持ってきたかったんですけど持ってこれず、そしてナープロさすがでしたね。やっぱその気持ちの強さがナープロの方がすごく強かったんだと思います。やばいですね、しびれましたね。この1投で1位もあるし3位もあるしっていう状況だったので、大中プロの結果次第では、なので久々に本当に藁にもすがる思いで投げました。